今日もハッピー、こんにちは、高見です。もう2020年12月です。実はね、今日は海辺の近くに来てて、12月ってね、すごくイベントが、クリスマスもあるし、まあ年末年始とかね、あって大掃除とかね、いろんなイベントがあるんですけど、皆さん何が好きですか？僕はね、本当に年末年始のね、笑ってはいけないってね、番組がですね、すごい好きで、今からね、楽しみにしてるんですけど、まあ今日はね、その中でも楽しみにしている宝くじっていう年末ジャンボっていうね、大きなイベントがあると。で、今からね、最後に駆け込みでね、買う方もいらっしゃると思うんで、特にね、今日は宝くじで高額当選が、その神社に行くと続出、なんか当たりやすくなるっていうかね、金運がね、さらに上がるみたいな、ところがあるので、佐賀の唐津市にある、しかもね、さらに船に乗ってしか来れないっていうね、遠方の人だったら、もう一日がかりみたいなところに今日は来てて、今日はね、宝当神社というね、ところに来てます。はい。なかなか、ね、全国でもね、有名なところなんで、まあ、ぜひね、リモート参拝で、皆さんにね、金運を届けれるような参拝をね、今日はお届けしようと思ってますんで、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。それではね、早速、行っていきましょう。はい。野崎酒店。こちらには、正真正銘の招き猫、福ちゃんとかねちゃんが迎えてくれます。なんと、4億円の宝くじを当選させたことがあるんですって。この猫ちゃんたちは立ち上がって手を合わせお祈りポーズをしてくれます。お願いしとくにゃと当選祈願をしてくれます。僕も祈願してもらった当選袋を購入しました。当選袋に宝くじを入れて年末まで待ちたいと思います。宝当神社。唐津湾に浮かぶ離島高島にある宝当神社。数々の宝くじの高額当選者がお参りしているということで、テレビや雑誌でも取り上げられていて、パワースポットとしても人気を集めている神社です。唐津城のすぐ近くから船に乗って10分ぐらいのところにある島です。年間20万人もの参拝者がご利益を授かろうとして全国から訪れるそうです。この宝当神社は430年前海賊から島人を守った野崎沖の神綱吉を大権現として祀っています。神社の場所がわかるように島の道路には所々に猫ちゃんの足跡で案内してあります。可愛いですよね。はい、塩屋神社にまずはね、挨拶をしていこうと思ってますので、もうね、すぐね、矢印ってね、もうすぐ近くなので、ここからね、行きましょう。野崎沖の神綱吉は戦国時代の人物で、海賊から島を守った英雄です。昔は玄界灘には凶悪な海賊が住み着いていて、高島も海賊たちに何度も略奪にあって困り果てていたんですね。そんな高島にはびこる海賊たちを綱吉はたった一人で征伐して島に平和をもたらします。その後綱吉は若くして死んでしまうんですが、島人は綱吉を弔い綱吉神社を建立しました。神として崇め、明治に入ると高島は製塩業で莫大な利益を得るんですよね。そして高島の人々はこれも綱吉様のおかげと喜び、宝当神社と改称し現代に至ります。来るときは運動靴がいいですよ。危ないですよね。塩屋神社。宝当神社に参拝する前にまずこの高島の氏神様である塩屋神社に参拝に行き、心と体を清めます。宝当神社に来ても塩屋神社のことを知らずに参拝しない人も多いんですよ。だからね、来た時は必ず参拝してくださいね。これは開運ポイントです。来られない場合はこの動画でリモート参拝してくださいね。
じゃあまずね、手を洗うところですかね。塩屋神社の御祭神は、大山積みの狼、スサノオの御事、菅原の道真の御事、藤原の鎌足の御事、藤原の不人の御事、藤原の魚名の御事です。いやー、景色いいっすね。じゃあね、今から参拝していきます。で、前日に小銭に話した五円玉で、お参拝をしていきます。じゃあね、次は皆さん、ね、参拝。おりましょうね。はい、閉めると風が強いですからね。はい、はい、着きました。ここはね、稲荷神社、輝く小銭洗いした五円玉でお参拝します。あ、ここまでです。はい、あ、金が壊れてます。じゃあね、次は皆さん。じゃあね、いよいよ宝塔神社に行きましょう。宝口島です。早速、買いましょう。宝口を買って参拝するといいそうなので、塩屋神社の次は宝口を買いに行きます。はい、いよいよ着きました、宝塔神社です。参拝していきますので、ね、皆さんに金運がさらに上がるようにお参りしましょう。宝塔神社。本殿は撮影禁止だったので外からの動画のみになるんですが、中に入るとこれまでに宝塔神社を参拝して宝くじの高額当選をした方のメッセージがたくさん壁に貼ってありました。1億7000万とかね、2億とか5000万円。裏参道、裏参道、はい、本殿の右側には裏参道があります。もし実際に宝塔神社に参拝に来た時はここは必ず訪れてほしいなと思います。ここもね、開運のポイントです。野崎沖の神綱吉のお墓があります。これは本殿をしゃがんでから覗き込むと見えます。一本ピーンと張ったような神聖で、そしてどこか心地いい、そんな空気に包まれていました。覗き込んでもらうと見えるんですよ。
これのおみくじです。金がね、特に気になるところですけど。お、います。大吉です。願い事、思うままです。しかし、油断すれば叶わず、待ち人来ます。素晴らしいですね。はい、はい、いかがだったでしょうか。お当時じゃね、筆頭祈願してきました。はい。今回ね、リモート参拝ということで、見ている方もね、筆頭音がね、ドーンとね、上がったら、いいなと思ったらね、動画、そしてチャンネル登録をお願いします。